はい、皆さんこんにちは、ネクストです。今日の動画はですね、こちらのオートフル M6 ゲーミングチェアのご紹介です。うちに届いてから今1週間ぐらい毎日使ってるんですけど、めちゃめちゃいろんな機能ついてて快適なんで、これからも重宝しそうです。じゃあどんな椅子なのか紹介していきます。柔軟で通気性抜群の PU レザー。はい、これですね、見てもらったら分かる通りレザーの素材になっていて、かなりもう見た目からかっこいいデザインになってます。このレザーはよく見るとこうプツプツ穴開いてると思うんですけど、メッシュ加工になってるので通気性は確保されてます。座り心地は少し固めです。高級車のグレードが高いシート、あれにマジでそっくりな感じ。通気と加熱座面。はい、でなんとこのゲーミングチェアですね、ここにボタンがついてまして、冷たい風が出て椅子を冷やしてくれるボタンと温めてくれるヒーターのボタン、あともう一つマッサージ機能、これ後で紹介するんですけど、マッサージのボタン、シートクーラーっていうんですかね、これをつけてみるとどんな感じかっていうのを今お見せします。これ風の強さも3段階で選べて、ヒーターもマッサージも全部そうなんだけど、動画じゃねみんなにどんな感じか伝わりづらいと思うんで、今ティッシュをファンの上に乗せてる感じなんですけど、まあ、これぐらいの風は出てます。機材の熱ですごい部屋が熱くなるじゃないですか。これ普通にズボン履いててつけてもすごい風を感じるのね。スースーする。結構思ってるよりも風しっかり来るから、まあ、長時間椅子に座って作業したりゲームとかする人にとってはかなり嬉しい機能かなって思います。で多分みんな気になるのは音だと思うんだけど、ちょっと実際の音を聞いてもらいましょう。それでは聞いてください。オートフルのファン。はい、って感じで、まあ音がしないって言ったら嘘になるし、めちゃくちゃ静かかって言われるとそれも嘘になる。まあでも個人的には別にそんな気になんないし、多分みんなも気になんない程度だとは思う。でも普通に考えて、さっきも言った通り結構な風を感じるから、無音でそれだけの風を生み出せるかって言われたらそれは無理な話だと思うけどね、俺は。でこれ忘れちゃいけないけど、ヒーター機能もついてるんで、いやこれはねありがたいよね。で真冬にさ、すっげえ寒いなーって時もわざわざ暖房入れなくても、このシートが暖かくなるから、そこに面してるところがさ温まるから、足腰が温まるとさ体ポッポするじゃん。もうすごい寒い時期とかでもこのヒーターだけでも耐えられるかもね。マッサージ付きランバーサポート。いやこれすごくない？え、これすごいですよね。このさっき見せた3つのボタンのうちの一番奥のボタンを押すと、こうやってこの腰の部分、なんていうんですか、ランバーサポートっていうんですかね、ここの部分がすごいブル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 って振動します。あ、これは嘘です。こんなには振動しません。これは嘘なんですけど、これはで、これも音はこんな感じ。まあなんていうのかな、マッサージチェアみたいにこうグリ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 みたいな、なんか指圧みたいな、こうなんか丸いやつがぐるぐる回ってるとか、そういう感じじゃなくて、なんかリラックスするような心地のいい振動って感じ。腰の疲労を緩和してくれる効果があるみたい。でこの3つのボタン今紹介したと思うんですけど、これどうやって電力供給してんのっていうと、この USB のケーブルなんですよ。椅子の後ろから出てるんだけど、でこれがね、まあ、直接こうやって電力供給してもいいんだけど、そうするとこうやってコードがねピローンってなって邪魔じゃないですか。モバイルバッテリーとかをこの挿して、この後ろのポケットにモバイルバッテリーフッて入れる感じが、まあ正直おすすめです。というか、まあ多分そういう風にやってねっていう商品だとまで思う。3D ゾーン調整式ヘッドレスト。これねかなりいいよ。これいい。結構今まで紹介してきた中でも上の方でいい。今まで俺が使ってたゲーミングチェアのヘッドレストって、なんかゴムバンドでこう枕みたいなのペチってこう後ろから回して止めるみたいなやつだったんだけど、それねなんかね、まずサイズもちっちゃくて、ゴムバンドでこう後ろから巻いてるだけだからすごい動くのね。上下左右に枕が動いてっちゃう、どんどん使ってるうちに。だいちいちこうなんか戻さなきゃいけなかったりとかしたんだけど、これねめっちゃいい。もうくっついてる。
もうゴムバンドで後ろからこう別の枕を固定するとかじゃなくて、もうこの椅子に搭載されちゃってんだよね、この枕が。寝る時の枕ぐらい大きいしふかふか。で、よっかかった時にね、あの首元、頭めっちゃ気持ちいいですこれ。で、ポイントなのがヘッドレストそのものを前に出したり下に下げたり上に上げたりできる。今まで3つぐらいゲーミングチェア使ったけど、こういうヘッドレストのゲーミングチェア1個もなかったから、ここはね結構いい。で、要所要所にあしられてるこのロゴなんだけど、全部刺繍になってるんで、まあ、そういう細部の作りまでかなりこだわってるのかなって。高級感ありますよね。そんでね、この下の方に行くとね、こうやって足置き、本当はもっとかっこいい名前があるんだと思うんですけど、足置きこうやって出せます。これもね、あの長さ結構こんぐらいの幅で調整できて、これはねないよりあった方が絶対いいもんね。あって嫌なことって別にないからね。これはね嬉しい機能ですよね。360度全方向調節可能アームレスト。あのね、これもねかなり特徴的だと思う。今までこんな非常機アームレスト見たことないからすごいと思うよ。これこんな感じですごいね360度動かせるんだって。うん、まあ実際動かしてるからわかるんだけど、360度動かせる。で、これすごくない？このガチャってこう上にも上がるんだよね。この上向きで肘を固定することもできるし、逆に下向きってこともできるし、これね、だから自分のベストポジション、もうベストポジを探せますよ。好きなだけ動かせるし、高さも調節できます。もちろん当たり前だけど、だから好きなポジションに腕を肘を固定することができますね。こんな感じでちょっと伝わりづらいかもしれないけど、あの柔らかい弾力のある素材なんですよね、ここが、ここの部分だから、長時間置いてても痛くならないし、いい感じでね。リクライニングはマックスでここまで倒れます。あのね、まあ普通に寝れる。疲れて一回リラックスしたい時とかに、もうゲーミングチェア思いっきりバーンって倒して、もうあーって寝るのが、あれがねマジで気持ちいいからね。やっぱね、ゲーミングチェアはねこんぐらい倒れてくんないとダメだね。まあ言わなくても当たり前のようにね倒れられる。オートフルさん、さすがです。はい、という感じでね、いろいろ紹介してきたんですけど、めちゃくちゃいいよ、めちゃくちゃいいゲーミングチェア。今まで3台ぐらい使ったことあるんですけど、まあやっぱり一番いいですよね。今ね、ちょっといいとこばっかり話したから、まあ個人的に少し気になったなっていうポイントは、まずこの座り心地の面なんだけど、あの最初の方にも言った通り硬めなんですよ、結構ね。だからこれをもしかしたら硬すぎてあんまり気持ちよくないな、座り心地よくないなって思う人はいるかもしれない。で、あと値段だよね。まあわかんない、ゲーミングチェア俺もそんなに詳しくないけど、今まで買ったゲーミングチェアとかあって、だいたい2万円台のものがほとんどだったんだけど、だからかなり高価格帯。でもやっぱりその分、今までのゲーミングチェアにはなかった機能とか快適さがあるから、毎日のようにね長時間モニターに向かって、まあゲームしたり、まあ、作業したり仕事したり、そういう方なんかは、まあ、椅子にこだわってみてもいいのかなって思うから、普通におすすめです。あの値段の分物めちゃくちゃいいから。これ15% オフになるクーポンもいただいたので、気になる方は概要欄見てみてください。最後まで見てくれてありがとうございました。バイバイ。